立川市にアウトドア専門店がオープンしました。そのお店はあの家電量販店が仕掛けた初の店舗です。今月オープンしたその名もビッグアウトドア。ビッグカメラが家電のある新たなアウトドアスタイルを提供しているんです。 JR 立川駅からすぐの場所にあるビッグカメラ立川店の8階にオープンしたアウトドア専門店。家電量販店のビッグカメラが手掛ける売り場には、大自然を満喫しながらより便利なアウトドアライフを体験できる家電など200メーカーおよそ1万5000点のアイテムが並びます。中でも人気なのがこちらのポータブル電源です。屋外にいながら充電を気にせず、さまざまな家電製品を楽しむことができます。まさに新時代、家で使う電化製品、家電を外で楽しむスタイルです。セレクトが他にないものもあるんでいいと思います、はい、アウトドアと電気の融合とか面白そうだなと思って、どうなるかというのを気になってちょっと見に来ています。なんか自然の中にいるけれども、でもかつ便利みたいなのはちょっといいなっていう、うん、だからキャンプだけでこれを買うでっていうのことではなくて、普段の生活の中にこう、入れながら使えるものがあると嬉しいなっていうのは思ってます。売り場はシーンごとに分かれた展示がされているのも特徴的です。こちらは 4,5 人向けのファミリー用の展示です。ホットプレートにポータブル電源、テントの中にはプロジェクターで映像や音楽も楽しめる仕様となっています。そして今 YouTube などの動画投稿サイトでも話題となっているのが、コロナ禍で人と人との接触がはばかられる世の中となり、さらなる注目を集めている一人キャンプ。一人用の軽量テントや最小限の調理グッズで一人の時間を贅沢に満喫です。家電量販店が手掛けるアウトドア専門ショップが立川にオープンしたのはある狙いがありました。近くに自然、一方では都会、立川という土地柄、近くに昭和記念公園であったりだとか、あとは奥多摩であったりだとか八王子にもたくさんキャンプ場がございます。そういったところで立川店にオープンさせていただきました。 JR 中央線の立川駅の先には高尾山やあきる野市などアウトドアが楽しめるスポットがたくさんあるんです。都心からアウトドアゾーンの入り口ともなる立川で、店は家電のある新たなスタイルを提供しようと意気込みます。自然の中でアウトドア家電があることでアウトドアをもっと楽しんでいただければと、そこで一緒に家電と提案していけるような売り場作りを目指しております。店は今後その数を拡大させる予定で、さらなるキャンプブームの火付け役として注目が集まりそうです。